はい、どうも、ケイキングです。今日っすね。ウィニングポスト9、2022、続きやってみましょう。2020年1月4週から、ナイトスペシャル引き継ぎありでやってます。本当は2018年くらいで終わる予定だったんですが、まぁ、ちょっと延長してます。まぁ、こっからおまけっすかね。パンサラッサ使いたい。そんな感じです。とりあえず、一周進めるか。で、ローテ決めよう。中和ウィザードが3着か。いいじゃん。まあ、ゲームウィナー強いっすね。コントレイル避けたい。どうするかやね。いやー、でもどこ行ってもきついっすよね。まずパワーないんすよ。まあ、まだ焦る必要ないんですが、まあ、とりあえずこう行こうか。サツキショー行く？でも行った方が面白いか。ダービーは距離的に無理です。まあ、こういっとくか。2月3週まで進めます。投資使っとく。オッケー、パンサラッサは燃えてます。やる気十分。逃げれ、まあでも先行で行きたいよね。先行で行きましょう。サクセッション、先頭、後続を引き離しにかかる。キメラベリテ、2番手、手応えはどうか。外からパンサラッサ、サクセッション、先頭。もう一伸び欲しい。まあでも頑張ったんじゃない。3着にパンサラッサ、サクセッション。オッケーオッケー。一番人気に応えました。とりあえずね。はい、パワーないよと。パワー D くらいだったっけ。オッケー、弱点克服。パンサラッサに弱点とかねえから。あ、パワーディープラね。3月2周まで行きましょう。キャストティアラは行かないっす。じゃあ3月4週まで行きます。マイラプソディーか。行こう。キャストティアラインで行きましょう。
インならいけるぞ。安定のイン。いい最強っすから。粘れよ。よし、オッケー。やるやん。まあとりあえず皐月賞行こう。厳しいっすけどね厳しいどころじゃないけど。緑札パンサラッサ頑張ってる。4月3週まで行きます。はい、皐月賞、実際取ってるのはコントレイルです。てかコントレイル負けとるじゃん、天魔の馬に。マジか。一番速い馬が勝つ。ビクトリーロード。こいつは何者だ。デアリングタクトは順調やね。3歳、いました、こいつです。キングタウン、キャスト光系か。自家製サンバでした。で1900、2800か。芝だといけて、めっちゃ使いやすいねオッケーオッケー。自家製サンバ邪魔やな。3番人気。まあここもね、やっぱ先行で行きたいよね。いや逃げいっとく。じゃあちょっと一回逃げていきます。まあ苦しいね。後続はまだ後ろ。2番手はサリオス。後続は大きく離れました。コントレイル今ゴール。段違いの強さです。2着はテンマティグレス。3着にテンマティグレス、そしてサリオス。まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはコントレイル。はい、きつすぎる。賢さ D プラス、まあ、成長して D プラス。どうするかやね。まあまだ若いので焦る必要ないですよ。1700、2100、まあとりあえず得意距離行こうか。もうコツコツやるしかねえ。まあこういきましょう。がっつり休んで、
3周かな。はい、これでいきます。キャストティアラ、いい感じだね。はい、能力は完璧です。安定のインでいきます。ヒュッケ先頭、内からパンサラッサ先頭、サクセッション追いすがります。パンサラッサ頑張れ、踏ん張れ。前に迫るサクセッション、残り 200m、 先頭は依然としてパンサラッサ。サクセッション必死に追います。パンサラッサ迫る、パンサラッサ先頭だ。オッケー、パンサラッサ1着、2着にはどうやら確実に、3着にワーティア。パンサラッサ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。いきません。中和ウィザード OK ね。じゃあ8月5週まで進めます。はい、行きましょう。バカンス。やる気出たね。はい、 OK、 進めます。まあ先行でいこう。踏ん張れ。懸命に前を追っています。2番手はザダル、レッドガラン1着、2着はザダル、3着にウーリビ、見事に勝ちましたレッドガラン。じゃあ次は10月3週やね。調子は三角。いや、賢さもうちょっと欲しいね。投資。まあちょっと入れとこうか。
はい、行きましょう。インで、安定のインで。イン使えるときはもう全部インでいきます。よし、オッケー。いいよ、頑張ってる。BC クラシック。まあ、きついっすね。ただ、だいぶ強くなったね。ダート王決定戦、砂の王者チュアウィザード、砂浜かける天才モノモイ、秘宝手に入れし者、ゲームウィナーね。確かな先行力、ローテオッケー。チュアウィザードどうする。まあ海外ちょっときついんですが、まあこういきましょう。はい、進めます。キャストティアラ、まあ先行でいこうか。今回いつもより調子いいね。勝ちまくっとんじゃん。はい、オッケー。まあ逃げていきます。ダイジェスト。やっぱり逃げが似合う。オッケーオッケー。まあ2着ならね、いいんじゃないですか。2着にアイスストーム、見事に勝ちました。里のインプレッサ、ねえ、無双してますよね。11月3週。ダイジェストで。里のソルタス先頭。さあ、パンサラッサ。さあ、来てる。粘ってほしい。よし、オッケー。2着はエアウィンザ、1番人気に応えました。パンサラッサ見事です。まあ次はね、 G3 とか行きますか。ちょっとちょっかい出してこよう。香港カップはいきません。今こんな感じ。いいね。賢くなったね。Cプランになりました。でかいよ。
ということで、今回ここまでご視聴ありがとうございました。